こんにちは、札幌ルナイ美容室早間口のことです。今回は、よくアイドルにありがちな下の方が、重いスタイルですよね。前髪が七三のパートから綺麗に分かれているようなスタイルをどういう風に聞いていくかっていうのをちょっとレクチャーしたいと思います。木下泉です。はい、木下泉さんは今これから髪を伸ばしている途中です。ですので、今日ですね、少しちょっと毛先の方をハサミを少し入れたいところなんですが、切り方だけをちょっとレクチャーしたいと思いますね。今日使っていくのはこちらの R2 セニングなんですが、この R2 セニングは何がいいかっていうと、削ぐセニングではなくてラインを作るセニングになりますね。で、この R2 セニングの方は、本当に簡単に前髪切ることができます。で、ちょうどこの削ぎ率だったりとかが特徴なんですけど、この削ぎ率によって、本当に一発入れただけで自然な馴染みだったりとか、内巻きに前髪を切ることができますね。この目の上のよくまつげをビューラーされている方だったりとか、つけまつげの方がいらっしゃると思うんですけど、目の上のところは多少短くてもいいと思うんですけど、顎からこのセンターの一番最初のカーブする毛の幅を狭くしてあげた方が小顔効果っていうのは出るんですよ。なので、ここをあんまり切りすぎてしまうとちょっと顔が全面的に出てしまうんで、ここをですね、ちょっと長めに切ります。ということはちょっと山切りカットになりますよね。 R2 セニングを使う場合は、ここの側面をレザーカットするようにカットしていきますので、ここを、こっちのパートの場合は反対にねじってですね、ここを、ノーテンションでなぞっていきます。カットラインを丸くカットしていきますね。本当に落ちる位置を切っていきたいんで、あまり引っ張ったりとかコームを入れない方がいいんですよね。なぜかっていうと、お客さんは家帰ってこういう風にコームを頻繁に入れたりしないんで、本当に落ちる位置を自然に癖に合わせてカットしていくのが理想だと思います。基本イングラで切ってるので、中をちょっと短く切ってますね。今スタイリングをしてないんですけども、これでちょっとセンターが長くて、少し目の上をアーチ状に描いてサイドにつながっていくような感じですね。なので、この目の、くぼみのところにこの先っちょがちょっとこう収まるみたいな、穴にポケットに入るような感覚で考えていけるといいかなと思います。アイドルの橋本環奈さんとかの、どういう風に切ってるんですかっていう風にメールをいただいたんですけれども、スタイル自体が結構重いんですよね。あれ、どこが重いかっていうと、サイドが長いんですよ。ここが長いんですよね。なんか前下がりみたいな感じなんですけど、これを一番よくやるパターンがですね、バックにこう持ってきて、ここから切り始めますよね、こういう感じに。で、これでこうどん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 切っていくと、前に持ってきた時の感じがわからないんですよね。で、例えばもう1回あと1センチ切りたいといった場合に、また最初から切っていかないとダメだったりするんで、これはシンプルにですね、前で切った方が絶対いいです。どういう風に切るかっていうとですね、これすごく簡単で、モデルさんを少し上に向いてもらいます。で、上に向くってことはどういうことかっていうと、この三つ襟の、この三つ襟の中の毛が短くなるってことですね。ここで切ると、で、上を向いてもらうことによって、この毛が前に出てきますよね。そうした時にサイドの毛が重さが出て、ああいう重いワイルドのスタイルが作ることができます。これを通常の頭の形で、もしか下を向いてたりとかして切ってしまうと、段が入ってしまって顔周りにシャギーが入るんですね、ここに。そうすると重さが出ないんですね、ここにシャギーが入ってしまうと。なので、一番理想は、すごく簡単な切り方としては、こう上にちょっと向いてもらい、そしてこの位置でですね、切る。その場合はうちのこのショーバルタンっていう資材があるんで、このショーバルタンっていうシザーで、これ R が入ってますんで、そのまま落ちる位置でカットします。こういう風にカットしていきますね。これだけで、ああいうスタイルが作れるんですね。ちょっと上にもやることによって下の毛が出てきて、この状態でカットして、戻した時にはこの中の毛がこっちに入りますから、表面の方が長くなって、ちょっと重めのスタイルが作れます。木下さんは、結構髪の量がそんなに多くないんで、髪の毛がめちゃくちゃ多い人ってどうやったらああいうスタイルになるかっていうと、すごく裏技があってですね、そのテイクセニングっていう方法があるんですけど、その方法を使えば
どういう髪が多い人だったり、くせ毛の人でも小顔効果が出たりとか、アイドルのスタイルが作れます。ネックフルっていうサイトでテイクセニングっていう切り方を僕がアップしてますんで、そちらの方で見ていただけたらいいかなと思います。